印象に残ってるところですか。まあ、いっぱい数えたらキリはないですけどね、それはね。印象に残ってるところ、一番ですか。なかなか難しいです。ああ、でも、一個あるのは、印象に残ってるのはいっぱいあるんですけど、中でもそうですね、まあ、表現難しいんですけど、あれですね。実は、まあ、とあるこのお店に来る前に、別のお茶屋さんに行ってたっていう、事件というか出来事がありまして、そこで結構僕ら喧嘩をしてしまってたんですね、その時に。ってなった時に喧嘩をした状態のままここのお店に着いて、まあ、そこでも喧嘩がずっと続くみたいなことがあって、いまだにその茶師のお客さんで喧嘩してる人って見たことないんですけど、カウンターとかでっていう時があった時に、まあ、その中の仲間の一人が古賀さんちょっといいですかって言って裏の方に古賀さんを呼んで、実は僕らこういう喧嘩をしてまして、だからこういう険悪なムードなんですけど、ちょっとこの事情だけお伝えしようと思いましてって言って、まあその時多分驚いたと思うんですよ。なんで喧嘩してんのみたいな感じで古賀さんは思ってたと思うんですけど、で、あ、分かった分かったって言った瞬間、もう手をパーンって叩いて、はい、我々って言って、で、そんな喧嘩しょうもないからもうやめようみたいな感じで、その空気をこうガラッと変えたっていうのは、あれはすごい衝撃的で、もう未だに多分忘れられないかなって、もうすごい覚えてるエピソードですかね。でなってもはってなって、全員、まあ、喧嘩をこう中断というか、こうなんですよ、まあ、冷静に話し合うきっかけになったかなっていうのはすごい覚えてますね。あれは、はい、無味無臭だったのも、まあ、いっぱい理由はあるんですけども、その最初にその原因というか、なぜ無味無臭かっていうのを教えてもらった時に、感じたのが、もう自分の軸がないからだよっていう風に言われたのはすごい衝撃でしたよね。それはなるほどっていう風に、もう本当に腑に落ちたのが、もう覚えてますね。それはその僕自身がそのいろんな、まあ、なんていうんですかね、いろんな勉強をしに行ったりですとか、あとはもう誰か人に教えてもらったりとかってするんですけど、結構その影響を受けやすいというか、いい意味でも悪い意味でもなんですけども、っていうなった時に自分のこう軸というか意思がないなっていうふうに言われたんですね、その時に。でってなった時に、だから例えばこの人から教わりましたってなっても、別な人から同じことを別の角度からこう教わったとしたら、あ、そっちのが面白そうだなみたいになったら、 A さんと B さんって言った時に、 B さん後から聞いた B さんの意見に上書きされちゃうみたいなのがあって、結局それって自分の意思がないから、じゃあ C さんが現れたらどうなの、じゃあ C さんに上書きされちゃうみたいな感じの、まあ、要は本当もう自分の意見がないから、もう染まる染まる染まるみたいな感じだったんですけど、ってなるとお茶を入れるとき、そういう、まあ、ある意味で自分の色が出ないってなると、お茶本にも書いてある通り、お茶は自分の全てが映るので、そういう自分の軸がない自分がお茶にまんま映ってしまってたのかなって思いますね。ってなったら、まあ、お茶も無味無臭だったって言われたら、あ、そういうことなんだっていうので気づいて、ってなったらお茶の味を変えるってもしなったら、自分の生き方を変えなくちゃ、まあ、お茶の味も変わらないしっていうふうに言われて、あ、じゃあ自分の生き方を変えることとお茶を美味しいものにするっていうのはイコールなんだなっていうので、まあ、お茶習慣をすごいよりも深めていこうかなっていうふうに、まあ、思ったきっかけでもありましたね。はい。